にちは、さきです。今日は床やベンチの上に置かれているシルバニアファミリーがずっと気になっていました。今日はそのシルバニアファミリーをしまうために棚をきれいにしていこうと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではお願いします。断捨離目標を決めていませんでした。今日の断捨離目標は10個にしようと思います。見てもらったらわかるんですけど、こうやってね、シルバニアが床に置かれてるせいでね、シルバニア関連のものが地面に落ちてて、踏むとね、すごく痛いんです。なのでこれをね、ちゃんとしまえるように棚をきれいにしていきます。今日はね、この何でも吊り下げられてて何でも置かれている棚をね、きれいにしてシルバニアを置くのが目標です。今日もまずは物をのけていく作業から始めます。コメントで一部抜粋するんですけど、お子さんが小さくて大変だからこそ物を少なくすっきりした方が毎日楽になるし、時間もお金も増えますよって書いてくれてて、本当その通りだなと思ったんですよね。新しい書類を買うたびお金もかかるし、確かに経理収納整理整頓できるけど、いつかね、引っ越すときに捨てなきゃいけない。それだったら最初から物をね、増やさないで減らして綺麗にした方がいいなと思ったんですよね。今度おもちゃの断捨離もしようかなと思ってるんですよね。捨ててもいいボックスを作ろうと思って、この箱の中に置いといて、何日間か遊ばんかったおもちゃは何ヶ月、一月ぐらい置いといて、遊ばんかったおもちゃは捨てるよっていうのを作ろうと思います。それでね、子供も綺麗にね、片付けていくっていうのが見つくと思うし、私も物が捨てるっていいなと思うので、こういうのね、見た目もね、悪かったなと思ってるんで、吊るさないようにしたいですね。減らす努力と増やさない努力を頑張っていこうと思います。最初はのけたりしてるんですけど、徐々にね、捨ててしまうんですよね。でもシルバニアを置くなら吊るさない方がね、してたらね、しかもちょっと収納増えるけど、歩いた時にこうバーンって上がるのがね、地味にストレスだし、見た目が汚いし。ちょっとの手間をね、惜しむ癖を直したいですよね。こういうのとかもね、子供に触ってほしくなくて、特に一番下の息子にね、で上に上げるって考えた時に、まあ、ここに吊るそうとかするんですよね。一応なんて言うんだろう、薬箱も作ってるんですけど、取りに行くのがめんどくさいなとか。でもね、これ全然一月二月に一品使うぐらいなんで、夫がじゃあしまってもいいなとか思いますね。書類もね、処理の棚に置こうと思います。とりあえず置くボックスね、よいしょ。これもうとりあえず置いて、本当にほっぽだらかしてるから、すぐ見る癖をつけたいですね。色改革が結構難しいですね。どうやって色改革すればいいのかなと思って、よくできるたびに貯金箱に10円ずつ貯金していこうかな。たまったら自分の欲しいものを買うみたいな、まあ、ご褒美性がいいですよね。とりあえずだいぶのきました。ミュートンもね、もう使わないんですよね。ハンドイレにいいなと思ってベランダで使おうと思います。ここら辺も捨てようと思って、ここら辺は使わないんで、トングはちょっといるから、これとこの捨て断捨離します。開けたらホコリが出てきたので、ちょうどいいので掃除しようと思います。ニャンニャンが好きですね、息子は。そう、なんでもボックスの中にね、シリアのこのカレンダー1月からね、やっていこうっていうのすっかり入れて忘れてましたね。なんでのボックスにね、詰め込むと忘れちゃうから、定期的に見ないとね。しかもリュックに入れようと思ってたとかね、なんでもボックス便利だけど、定期的に見ないとやばいですね。これもね、買ったやつ全然使ってない。去年買った、セリアで買った洗濯スポンジボール、猫のが可愛いからね、使おうと思って、こんなんとかね、こ
これ可愛いからって買ったやつ使おうと思ってます。おもちゃ箱の箱だったんですけど、ジャストフィットしたので使おうと思います。買った、捨てようかどうしようか待ってたんですよね。でもね、こうやってね、息子が取り出しに来るんですよ。困るね。母ちゃんがアドテリア作れたんですけど、うん、3つも入ってて、1個だけ残して、うん、残りを断捨離しようと思います。でね、棚から出てきたお菓子をね、お菓子袋をね、しまってたんですけど、はみ出るぐらいのお菓子があって、ちょっとお菓子買いすぎかなと思うので、お菓子もね、当分買わないようにしようと思います。これがね、なくなるまでは。お菓子自分でも買ってあげるし、夫も買ってくるし、おばあちゃんもくれるし、でお菓子がね大量にあるんですけど、で1日2回しかお菓子をあげてないし、なんならお菓子はもうあげない方がいいみたいなことをね、なんか子供園の手紙でもらったから、どうしようかなとか思って。お菓子を皆さんどれぐらいあげますか、子供に。ただゴミ袋は箱にまとめました。あとはね、折っていってくるくるまとめて、なんかコンパクトに収納するのがいいんですけど、最初は多分するんですけど、多分しないだろうなと思って、ニトリかどっかでこういう袋に下に穴が開いてって袋を突っ込んだら引っ張り出す便利なやつみたいなのがあるらしいんですけど、でもいいけど物増やすの嫌だし、とりあえず箱で代用しました。このね、なんでもボックスのやつもどんどん使っていこうと思います。5キロってすごいよね。絶対2キロとか3キロなのに。いろいろ片付けてたらね、シルバニアをね、なくしてた部品が出てきました。子供がね、喜びますね。最初2つだけね、シルバニア入れようと思ったんですけど、もうまとめて全部入れることにしました。それでまたお見せするんですけど、釣り竿の入った段ボールもね、年末片付ける気に入って。夫が家から落ちたけど、片付けてくれないからね、諦めて自分でやろうと思います。絶対私はこう負けするの待てた。これどこで買ったか覚えてないんですけど、いまいちでした。多分100均だと思うけど、全然くっつかなかったです。これね、カゴに入ってるものは全部ね、あるべき場所に返していってます。文房具とかね、引き出しとか、傷薬とかにね、やっていってます。完成したので見てください。どうでしょうか。すごくね、すっきり綺麗になったと思います。シルバニアはね、もう1個、2個、3個全部まとめて置くことができました。お出かけに使うものたちはここにまとめました。でね、ハンカチ、あとゴミ袋もね、箱に入れてすっきりしました。これでね、何も吊るしないです。これだけはちょっと使うんで、これとこれだけはね、残しました。これ赤ちゃんの脇に挟んでね、下げるやつなんですけど、いつもなくすんで、ここってもう定位置決めてるんで、これだけは残して、またね、全部きれいに抜きました。これならね、すぐシルバニアも取れるし、見た目もすっきりだし、大満足です。ここに吊ってたやつなんですけど、ね、意外と活躍してます。これね、合わなかった時はどうしようかなって思ったけど、いいです。夫もそれなら手袋干したりしてね、使ってますね。これは買ってよかったものです。今日断捨離したものが、ミルトンの道具で、1つ、2つ、このスマホの紐、3つ、ハンガーで、4つ、スマホのやつで5つ、スマホケース6つ、お気に入りやったんですけど、断捨離します。袋で7つ、でも最近使ってるので8つ、ちょっと壊れかけのおもちゃで9つ、これはね、売ろうと思います。もう私は使わないので、これで10。今日は10個です。断捨離目標達成です。新しい棚を買わず、今ある棚でシルバニアファミリーの収納を作る、いかがでしたでしょうか。見た目が悪かった棚がね、全部物をのけてすっきりしました。シルバニアファミリーも3つね、全部置けたので良かったです。子供たちもね、帰ってきてね、うわーってね、息を飲んで、すごい綺麗って言ってくれたのがすごく嬉しかったです。この調子で頑張っていこうと思います。とりあえず綺
しさを保ちます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。